ここからの話はね、ちょっと簿記の初学者の方は無視していただいて結構なんですけど、簿記ね、何回か受けたことがあると、ね、ちょっと簿記のね、3級受けたことがあるという方はね、ちょっと思い出してほしいんですけど、はい、これに該当するやつってなんかないですか？勘定科目。ね。うん。これ、前払い金とかですよね、前受け金なんですよ、要はね。うん。あれは仕入れたんだけどね、仕入れ代金払うの後なんだと。ただ、一部ね、代金を払ったよって言ったらあれじゃないですか。ね。あれ、前払い金ね。はい、あれがまさにこの単なる契約などに当たるんですよ。ね、あれ予約金の支払いなんですね。予約しただけではね、つまり単なる契約をしただけではね、仕分けしないんですよね。だから仕分けなしなんですよ。ところがね、予約金を払ってますからね、予約金は現金なくなってるんで、だから前払い金という仕分けをやっとるという、こういうことですね。だから予約しただけ、つまり単なるね、売買契約を結んだだけではですね、契約をしただけではですね、あくまで仕分けはしないんですよ。だから借り方、仕入れ、貸し借りたらば改革金とか現金とかしないですよね。予約しただけですからね。はい。というのが実は理屈だったんですよね。OK ですかね。はい。というのが、ちゃんとしたね、なぜっていう話なんですよ。ね。こういうところまで理解して、勉強しているかどうかが、日商にとってはすごく大事なんですよ。日商簿記合格はね。前景とか他の試験ね、それは別に今の話よく知らなくても大丈夫なんです、はっきり言って。ね。うん。ということでね、こういう正確なね、理解も大事だということですね。はい。じゃちょっと話戻しますね。はい。ここからね、ちょっと簿記の初学者の方も、しっかりとついてくるようにしてください。今の話は簿記の初学者はね、スッスッと、飛ばしていいですからね。うん。後でまた出てきますから。その時にね、そういう話してたんだっていうことでね、もう一回戻っていただくと、理解が深まるというタイプのお話です。はい。このようにですね、簿記の3級の講座はね、一応ね、経験者が多分多いと思うんで、基本的にね。だから経験者向けのね、つまり暗記でやっちゃった。ね。なかなかね、ちょっと同じ問題、同じような問題解けるんだけど、ひねられたらできないよっていうタイプの方でもですね、ちゃんと基礎からね、ああ、そういうことだったんだ、みたいな感じが分かるように説明をしてきますから、こんな感じで。ね。はい、従ってね、僕のね、講義を聞けば聞くほどね、なんかすごく、おそらくね、楽しくなってきます。簿記がね。うん。まあ、そんな感じの。講義にいたしますからね、まあ楽しみにしてね、しっかりと勉強するようにしてください。はい、じゃあ次行きましょう。はい、これでね一つ。